いやここまで難しい選択はないぞ。どっち選べばいいの？これ俺は一体。もうなんか難しすぎてさ、この選択があまりにも。そうなんだ、そういうことなんだ、2B と 9S の関係って元々は。でも A2 分かってるんだね、そのことはもう。A2 かなー、じゃあ。もともと 9S っていうのはもう本当にインテリジェントっていうか、まあ、すごい知能レベルが高いアンドロイドだから、その、最終的にはその、人類が計画してる、まあ、本当の夜は舞台のその、目的っていうのを最終的にはもう知ってしまうだろうっていうことを恐れた、人間側がその、まあ、もし真実を知ってしまった場合、その 9S を消すために 2B っていうその暗殺部隊っていうか、それを 9S のそばにつけてたわけか。だからもともとはその 9S が 2B をサポートするっていう、まあ建前っていうか、まあそういう状態だと思ってたけど、実は違ったってことね。どっち選択すればいいのこれ、ま、この後どうなるかだよね。どっちを生かした場合にっていうことを考えたら、まあっていうことを考えたら、多分 9S をこのまま生かした場合は人類を全ても破壊して全てに決着をつけられるのかな 9S。 でももう 9S もこんな状態だからな、完全にもうなんか壊れかかってるよね。もう目も今完全にウイルスに感染してたしって考えたら、今 9S から真実を知った A2 に任せた方がいいような気もするな。このまま 9S が 9S になんか全てのこの後のことをできるとは思えないんだよね。正直正しいことをしようとしてるとは思うんだけど、 9S はもう完全になんかもう破壊っていうか、もう壊れる一歩寸前みたいな状態だもんね、 9S はね。って考えたらまだ理性的に動ける A2 の方が今ね、 9S から正しい情報っていうのをまあ教えてもらったし、この後のまあ決着をつけられるような気がするな。ちょっとなんか気持ち的にはね、 9S をこのまま助けてあげたい気持ちはあるんだけど、今後のことを考えたら A2 の方が A2 の方がまだ大丈夫そうだしね。またまともに理性保ってる感じがあるから A2 かな。ごめんないんですでもこのまま A2 に A2 知っても、今何ですから教えてもらったもんね。全ての黒幕は人類っていうか、まあ人間たちで、自分たちはまあ所詮まあプログラミングっていうか、情報を集めるためだけに設定された使い捨ての、まあちょっと待てよ、 A2 にしたところで最後いい感じの決着をつけてくれるかな。なんかね、何イエスをここで選択してもこの後の明るい未来が見えるっていう気がしないんだよね。破滅の道へ向かっていきそうな気がする、このままずっと。 9S としても救われないよね、こんな精神状態で生きながらえられるのかどうかもちょっと怪しいしね。 A2 かな。 A2 だな、ちょっとここは A2 だな。まだちょっと A2 が最後理性的に全てを解決してくれるっていうことをちょっと祈って、ちょっとどうなるかわからんが、いやーこれ本当正解がないっていうのが辛いわ、これどっちを選んでも A2 だな、うん、まあ、A2 にしたらこのままなんか人間たちの思うツボになりそうな気がするんだよね。思い通りだよね、 9S 全てを知ってしまった 9S を結局排除するっていう。ただまあ A2 なら何とかしてくれそうな気がするんだよね、さらにその一歩先へこのまま 9S 排除して全て人間たちの思い通りになって終わるっていう最悪のバッドエンディングにならなきゃいいんだけど、 A2 かな。ちょっとごめん 9S、 A2 だわ。ここはもう 9S 限界だよね、もうこれね。 9S のポットが情報を持ってるから、それを A2 が最後うまくこうまとめてくれないかな。 A2 だな。イエス。
でも、なぎさも限界だよね、これね。まあ、いやー、ちょっと待って、これ、ほんと難しいね、この選択。これは A2 を信じたい。ちょっと A2 にしよう。まあ、今のところ A2 何も間違ったことしてないしね。ただ A2、その、確信となる情報を、ちゃんと理解してるかどうかだよね。ナインスは理解してるけど、もう半分もう壊れかかってるっていうか、もう精神的に限界を迎えてるからな。幸先がちょっと、ナインスの場合は明るい暗い未来しか見えないんだよね。ここでナインスを選んで A2 だな。よし、 A2 行こう。ごめんね、ナインス。いやー、普通に考えてもエイツの方が強いだろうしないです。はっ、いやー、強いやばいやつ、ほんと使うんですよ。強いし、おー、ハッキングされた。やっぱ強いな、ワニですまとめて戦ったら強いの、強いじゃない、エイツの方が強そうな気がする。ワニス、どういう攻撃できるか、やばい。A2 が今度ウィッグさんか、やばい。これで A2 もウイルスに感染したらもうどこもないのか。ちょっとナインス、あと A2 に任せてくれ。 A2 がなんとかするから、人類のことは。最強だわ。ハッキー、何さ、かわいそうすぎるよ、ちょっとこれ。ポッド、we're going to repair 9S's logic circuits. Acknowledged. 頼むぜ、A2。9S のことは、あと A2 がなんとかしてくれ。Tell me where to find the virus corrupting 9S. Affirmative. Yorha Unit A2. Core data for 9S is stored ahead. Alert. Severe virus corruption. Probability of successful deletion extremely low. I think I know a way. The idea under consideration is not recommended. This pod is a Yorha tactical support unit. As such, it cannot approve of actions that would damage its supported unit. You're not so bad, Pod.You know that? やっぱもうナインス限界だよね。ウイルスでも感染するし、こっから先はやっぱり A2 に引き継がせた方がいいと思うんだよね。ただ A2 がどこまで知って動けるかだよな。 それが一番問題なんだよね。でもナインス、さっき A2 にもう全ての情報を伝えたはずだから、それを分かって A2 は正しい選択をしてくれると信じたい、俺は。頼むぜ A2。 2B の意思もついてるし、このまま 9S の意思もついてほしい。 A2、 いやー、なんかほんと重いな、兄ーな。とにかく重いね。こっちいいのかな、見ませんか。ナインスはまず直してあげないといけないから、
スを直してあげる、ナノイスの中にいるウイルスを排除してあげればいいのかな。さっき言ったように落ちちゃうと、ちょっと落ちないように気をつけないと。どっちに行けばいいんだろう、目的地は分からん。さっきのやっぱり先に進めばいいの、こっちじゃないもん、どう考えてもこっちじゃないんだ。A2 はね、まだ理性的に動ける。ランギさんも完全にも感情的になってしまってるから、正しいことしようとしてるのは分かるんだけどね、ちょっと心配だよね。このままランギスに任せてて、こっち行くのか、これどっち行けばいいの、俺一体さらに上に行けばいいのかな。割った部屋、これ向こう側から来たんだよね。上に行けばいいのか、これさらに上に行けばいいんだ。そうすると、こっちか、こっちだな。最後2人で仲良くっていうわけにはいかないのか。ただランゲスは一つ勘違いしてるもんね。 A2 は別に 2B 殺したわけじゃないっていう、むしろ救ってあげた立場だから。 I'll take care of everything. そうだ、あとは任せろランゲス。 Pod Take care of 9S。What of you, A2? I've still got something I need to do. You go ahead. Acknowledged. さあ、こっから A2 がどうするかなんだよね。ちょっと心配だけど、多分分かってくれてると思う。 A2 は、I'm sorry. やってくれるよね、 A2 なら。 I never quite realized how beautiful this world is.I'm coming, everyone. I'm coming. Meaningless. What the? これでよかったのかな。でもサーバー破壊したから。サーバー破壊したからね、一応いいのかな、これで全てに決着ついたってことでいいのかな。いやー、なんか本当に重いな、 とにかく重かったね最後の選択は。いや、どっちの気持ちもわかるからさ、前にそのやつ、これ最後に何エースを選んだ場合どうなってたんだろうね、気になる。世界救ったってことでいいのかな、 A2 が、うん、
9S。でも、The debug menu cannot be accessed by pressing L2 と Ultimate debug menu will disable all save functionality until you load it in this update。 ヘビーアーマー、ヘビーアーマー、The strange resistance woman has a new topic to talk about. Yes. Ah, 全部60時間くらいやったんだな、もうこれ。いいのかな、あれはハッピーエンド、ハッピーエンドだよね。うん。最後あれ、いつも多分死んじゃったんだろうね。でもまあ最後敵のっていうか、でもな、人類のそのジェノムみたいなものがまだ月に残ってる限りはね、これ何チャプターセレクトって言ってやんの、これをこうやって選択して、あ、チャプターセレクトできるようになったんだ。ディバーグルームっていうのは、まあ別にこれはね、最後何ユース選んだ場合どうなるかすごい気になるんだけど、やってもダメかな。9S and 282 were guided into the tower, unaware of the purpose for which it was built by machine life form. A truth awaited inside, the hideout as that girl nightmare.これ、でさ、待って、普通にスタートゲームしてどうなるの？どういう感じで始まるの？最初からってことになるのかな？また。それとも。Everything that lives is designed to end. そういう感じになるのね。We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. 最初、完全に最初からになる。Is this a curse? Or some kind of punishment? ちょ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 。I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle, and wonder if we'll ever have the chance to kill him. って感じになるのか。って考えたらやっぱ最後は何ですの。いやいやいや、ちょっと待って、これどう。This is command. ちょっと一回止めます。Your house squadron. ちょっとやっぱ最後の何ですのエンディングを見てみたいから行くか、もうこのまま。で。セッティング、ちょっとね、難易度はイージーでいいよね、もう。チャプターセレクト、ちょっと最後のとこ、これ結構長いかな、やっぱり。もうシェアって何、どういう意味これ、シェア。いくか、チャプター17。あ、でも最後のとこだけ本当に選べるんだ、これ。はあ、はあ、お、こっからもう選べるんだ。でもシンティフィーリ。It explains its pointers to kill each other, but not defended by hate. ここから選べるのか。いや、むしろこっからか。多分こっから選んだ方が良さそうだよね。ここ選んだらもう A2 俺が操作するって感じになるもんね。いや、むしろここから選んでもいいのかな。ちょっとここ選んでみるか。ん？ハテナハテナって何？ここ選んだらさ、選択のとこから選べんのかな。それとももう最初から A2 操作することになる。だとしたらもう一個前のチャプターからやった方がいいってことだよね。お。This tower is a giant cannon that's aimed at the human server on the moon. If we don't do something,
All of humanity's remaining data will be destroyed. ああ、やっぱそういうことかってことは、そう。So what? None of it matters. Or didn't you know? We aren't required in this world anymore. Humanity is extinct. That moon server you're so worried about was invented to give us androids something to fight for. And Yorha was created to perpetuate the lie. But in order to make sure no one ever learned the truth, we were designed to be killed. They built a back door in the bunker and programmed it to activate after a certain amount of time. The commander? Me? To be? Sacrificial lambs. All of us. Isn't that hilarious? Doesn't it make you laugh? Nines, we need- Shut up! You killed 2B. That's all we need to kill each other. 2B hated to keep killing you. It caused her so much pain. The 9S type is a high-end model. They knew you'd discover the truth eventually. But the model designation 2B was just a cover. The official designation is 2E. Number 2 type E. They were a special class of members designed to execute Yorha units. But you knew that. Shut up. Shut up! What do you know? You don't know anything at all about us! Proposal. Cease combat. Fighting her at this point would be irrational. Pod 153! I order you to halt all logical thought and speech. This order shall remain in effect until you confirm the death of either myself or Unit A2. ってことは最後 A2 この施設破壊したってことは結局人間守ってしまったってことになったのかよ。ああってことはやっぱナインスだったら多分この施設を使って月にいる人類を全て破壊しようとするのかな最後。って考えたらナインスの方が良かったか。まあいっか。ちょっとナインスにしてみようじゃん。よし。こういう視点になるとナインスだったら。It doesn't matter. None of this matters.9S! But if it doesn't matter, why do I long for humans like this? Why do I desire the touch of something that no longer exists? It's how we were made. Androids were designed to protect their human masters. Our core programming demands that we... Shut up!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  Fine. Just destroy it. It all goes away. That'll solve everything! It's quite a terrible. Damn it! Yeah, but what's more than a black rock is not the nice thing? It's not like the whole thing is not like this. Yeah, but it's. What a yuck guy, man. What a yuck guy.ナイスがやっぱ破壊するんだろうな人類の施設を全てこうして月になるやつTake care of 9S 2B うわーこれもきついなあいやこのエンディングきつい待ってこれこっちの方がやっぱひどいわエンディング救われなさって言ったらいやーやっぱり A2 にしといてよかったかもしれないやっぱもう何せ限界だもんなやっぱりあこれでも終わっちゃう感じなのかないや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 これはちょっと
Paranines. まあな、最終的にもしナイエスが真実を知ってしまった場合、ナイエスを殺害するっていうのは 2B の任務だったからね。そうだからああいう冷たい態度を取ってたのか。感情に左右されないように。なるほどね。すごいね、全て繋がってくるね、こうやって。ニーヤのこのストーリー全部つながるね。こうピースが今までのこう1周目2周目、いやーすごいな。好きだね、クリームスチュー君。でもこっちの方が最終的なエンディングとしてはいい。いや、
ここでも選択があるの。こっちかな。だってもうね、この世界にもう何も残ってないもんね、ナイエスの心の拠り所となるようなものもさ、トゥービーもいないし、アークなんかまたソーマだな。ですよね、何の目的もないもんね。なんかこっちが本当のエンディングっていう気がしてきた。A2 の時はこれ飛ばさなかったもんね、この機械。あ、パスカルもいるのか。あれ、パスカルいるの？これ何、最後のまたここでも。まだこれエンディング分岐してんの、ここで。やっぱ残った方が良かったか。いや、なんか難しいんだけど、ニーヤの選択も。パスカルいるじゃん。あれ、パスカル死ななかったっけ。記憶が消されただけだからまだ生きてはいるのか。Report. All Yorha unit black boxes now confirmed offline. Our mission to oversee the progress of Project Yorha is complete. Proceeding to final stage of project.なんかこっちが本当のエンディングって気がしてきた。さっきのやつ。なんかすごいエンディングが。Yes. Pod 042 to Pod 153. Data confirmed.Personal data for units 9S, 2B, and A2 appear to be leaking out. Pod 153 to Pod 042. Follow project rules and delete all personal data. Pod 042 to Pod 153. Personal data deletion request denied. Pod 153 to Pod 042. Failure to parse statement. Pod 042 to Pod 153.There was data created in my banks as I was referencing the records. I realized something. I have come to the conclusion that I cannot accept this resolution. The destruction of all Yorha units is an essential component of the project plan. All data must be destroyed. Pod 042 to Pod 153. Repeat. Personal data deletion request denied. Initiating data salvage.Pod 153, you hoped they would survive as well, didn't you? We lack the authority for such an action. The rules are protected by low-level systems. Salvaging data poses an unacceptable level of risk. Knowing that, do you still wish for them to survive? もう俺どうすればいいのこれ。
どん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 なんかエンディングが分岐していくんだけど、イエスにしとく。どんだけエンディングがいっぱいあるんだよって、いいエンドになったぞ今度は。Defense program has initiated a purge. If this continues, our consciousness data will likely be deleted. Pod 042 to Pod 153. We were created to execute the android's Project Yorha plan. We had no capacity for emotion. But when we six were connected and exchanged information, something happened. I cannot deny the feeling of something resembling consciousness and emotion being born. Unable to reply.Perhaps we now understand that not everything has to have an answer. だよね、本当明確な答えっていうか正解がないからさ、すべてのエンディング難しいんだけど、どうすればいいのこれ。どうすればいいの。なんかすごいエンディングになったねこれ。エンディング全部だって二十何個あるんでしょ。ちょっと全部を、ああ、なんかすべてのデータを消してるのがいいな。どっちかというとこっちの方が本当のエンディングって気がしてきた。記憶の中で生き続けるって言ってたけど、これ？ちょっと待って、何これ、なんかすごいんだけどエンディングは。すごい、ちょっとこれ全部を、全部でエンディング二十何個あるみたいだから、さすがに全てのエンディングをさ見ようとするのはちょっと時間的に厳しすぎるから、これは頑張るか、これは頑張るか。終わったらあとはまあちょっと他の人が YouTube とかでまとめてくれてる動画が多分あると思うから、そういうのを見て。いやー、なんか本当にいろいろ考えさせられるね、ニーヤは。難しい、ここまで選択が難しい。初めてかもしれない。まあ、ライフイズストレンジとかもあれですけど。ビヨンドとか、テンソウルズとか、難しい。選択系のやつはあったけど、ここまではちょっとない。え、つうのあれ、最後あの建物破壊したってことは、月にいる人類を破壊するための装置じゃなくて、そのアンドロイドたちの記憶を飛ばす宇宙空間。まあ、ソーマみたいな感じか。ソーマでいう、あ、でも完全に名前は一緒だけど、そういう装置だったわけね。いやー、これ一体いつ終わるんだろうな。ちょい。もう一回終わりで。はい、もういいです。え？しかもこれも一つのエンディングなんだ。ちょっともう終わりでいいかね。とりあえず最後 9S と A2 を選択したとこまでで。いやー、全部で60時間か。ちょうど60時間。すごいな。すごい長かったね、2やね。てかまだ全部エンディング見てないんだけど、ちょっともう、まあメインとなるエンディングは A ルート、B ルート、C ルートで、D ルート。D ルート？ E ルートなったのか、俺。まあ一応見れたので、とりあえず2やの方はね、終わりにしようと思います。ちょうど60時間ぴったりで、切り的にも、時間的な切り的にも。いやー、ほんとにすごかったね。いろんな意味ですごかった。ここまでなんかストーリーが重いっていうか、まあ、世界観もそうだし、いろいろ考えさせられるソフトは本当になんかニーヤが一番なんじゃないかなっていう。ただ本当にA ルート B ルートでいろんなこう伏線があったりしたのが全てこう最後に繋がったっていうのは。How beautiful this world is. 本
本当にまさにお見事って感じ。 The commander's put me in charge of your maintenance, man. すごいなんかすっきりした。 That means I'll be performing regular checks on you from now on. 一番かわいそうなのは 9S だよな。 If anyone is listening to this, there's something I need you to do. If you ever meet up with Yorha Unit 9S. 完全に主役は 2B かと思ってたけど 9S だったね、最後は。 I mean...まあ、戦争が終わったってことでいいのかな。でもまだ月に人類のそのね残ってるシステムが残ってるうちはさ、またこういう戦争が起こってしまうんじゃないかなっていう気がするよね。まあ、ただこの地球にあったさ、あのサーバーみたいなやつがその月にいる人類のネットワークを破壊するための装置ではもうもはやないっていうところだよね。もはやないっていうことはすなわち破壊する手立て今のところないってことだよね。 Perhaps we're not so different after all. Pod 153, I order you to halt all logical thought and speech. Fear not, A2, I can handle this. Androids were designed to protect their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it. You two are the last remaining members of Yorha. いやすごいゲームだった。 That's not the operator. It's... まあ英語の勉強にもすごいなったね。結構サブクエストとかやってると日常的なこう日常で使うようなカジュアルな英語とかもいっぱい学べたから、いや本当に良かったんじゃないかな。とにかくここまで長いと思わなかったからすごいなんか達成感がすごいね。もうクリアしたエンディング全部見てないんだけど、まあでもまあメインとなるエンディングは多分全部見れたと思うので、あとはまあねいいかなっていうところでちょっと終わりにしようと思いますってことでね。いやとりあえずこれでもうもしかしたらでもちょっとないかな、もうこれで終わりかな。ね、終わりにします。